る宇宙。ソロモンを接収した連邦軍はその名をコンペイ島と改称し、ジオン本国攻略の前線基地としていた。優勢に見えた連邦軍だったが、その出鼻をくじくように姿の見えない敵に味方が次々攻撃されるという事件が発生する。なんだこれ。アムロ、どうした？体の具合でも悪いのか？いえ、そうじゃないんです。なんだか変です。このコンペイ島の周り、すごく変？それはさっきみたいなものは感じるかな。呼んでいる。なんだ。謎の攻撃の正体は、ジオンが開発したニュータイプ専用機エルメスによるものであった。サイコミューという技術を使い、無線誘導兵器ビットを操作してオールレンジ攻撃を行うエルメス。そのパイロットこそがララーだった。成果を確認して帰還したシャアはキシリアザビに召喚される。ガルマ廃止の席を追わされて左遷されたシャアを再び登用したのがキシリアであった。ザビ家への復讐心はすでになく、ニュータイプによる時代の変革を見たいと語るシャアに対し、キシリアはただこう答えた。ギレン総帥を私は好かぬ。それだけは覚えていておくれ。己を自分の手駒としようとするキシリアの意図に気づきながらも、シャアは彼女に迎合してみせる。そしてララーと共に出撃の準備をするのだった。まず艦隊特攻をかける。半分は沈めるつもりだ。その上でララーが中心にモビルスーツ隊を叩く。はい。今日から私はララーの命令で動く。大将。そりゃそうだろ。ララーの方が優れているのだ。私が教えた以上にやってみせてくれた。自信を持つんだ。はい。大佐、今日からノーマルスーツをつけて出撃なさってください。うん、ララーがそう言うのならな。ありがとうございます。その頃、連邦軍もようやくエルメスの存在を捉えていた。ホワイトベースでもその対策が議論される中、カイが連邦の体制について不満を述べる。俺たちが連邦の無能な官僚や参謀の盾になって死ぬのは嫌なんだよ。カイさんの言うことは正しいと思う。でも今の相手はザビ家そのものなんだ。人間は環境に従って変化していく能力は持っている。そんな人の能力を阻止するものは拒否したい。そんなものに対して戦わなくちゃいけないんだ。亡霊ってやつか。行きますよ。やるしかないんだ。呼んでいる。そうか、これか。こんなに帽子の浮力。さらにスが落とされました。どなたか救援に向かいませんか。Yeah!
全滅は免れたか。モビルアーマーが頑張ってくれてる間に俺たちの木馬をいただくぜ。何？ホワイトベースが囲まれただと？わあ、大丈夫だろうな。俺たちの帰るところがなくなるんじゃねえだろうな。長泣くな。守るべき人も守るべきものもないというのに。見えるぞ。守るべきものがなくて戦ってはいけないのか。ララは何だ。私を救ってくれた人のために私は戦っているわ。それだけのために。それは人の生きるための真理よ。なぜこれで私はあなたに出会ったのかしら。めんどくさいもの。運命だとしたらひどい問題だ。
残酷だよな。あなたと出会った子なんてどうなるの。どうにもならないわ。どうにも。出会えば分かり合えるのに、なぜこういう風にしか会えないの。あなた、私にとって遅すぎる。僕にとってあなたは突然すぎたんだ。人同士ってこんなものなんだよな。そのざれ言をやめろ。ナラを手放すわけにはいかん。アムロとララーの戦場における官能は人の確信を確かに表すものだったが、その結末はアムロの手でララーを撃墜するという悲劇に終わる。人は変わっていくわ。私たちと同じように。そうだよ、ララーの言う通りだ。アムロは本当に信じて。信じるさ。君とこうして分かり合えたんだ。人はいつか時間さえ支配することができるさ。アムロ、時が見える。僕は取り返しのつかないことをしてしまったんだ。僕はララを殺してしまった。今の私にはガンダムは倒せん。ララ、私を導いてくれ。ララの存在は人の可能性を強く示すものでありながら、同時にアムロとシャアの心に生涯深い影を落とすこととなった。アムロたちの思いとは関わりなく、戦局はさらに大きな動きを見せる。ギレンが新兵器ソーラレイを連邦艦隊に向けて発射したのである。前へ進んじゃダメだ。光と人の渦が溶けていく。あれは憎しみの光だ。コロニーを転用した大口径レーザーは連邦軍司令レビルと密かに停戦交渉を行おうとしていたデギンまでも飲み込んでいく。ジオン本国サイド3を攻略しようとしていた連邦軍はこの攻撃で主要戦力の3割を失い、戦略の転換を強いられることになる。